きまして、それであれば、この、報告の一番最後のページにこう、外側にタンクエリアの、上流の山側をぐるっとこう囲む、距離は長いけれども、コンベンショナルな、技術でやった方が早くって、その障害もなくって、いろんな機器も並行してやるとかですね、そういう工期とか、被爆の労働者の問題とか、解決できるからこういうのはいいんではないかと後で言うつもりだったんですけれども、すでに、深く検討なさっていらしたということなんで、私が後で適当なことを言うよりは今お聞きした方がいいと思いました。はい、当時はもう少し狭いエリアで可能だったと思います。と申しますのは、いわゆる汚染水タンクもありませんでしたから、より近傍で、確か延長は1400メートルぐらいで済んだと思います。今だと相当これはもう倍以上になるんでしょうね。ただそれでもいわゆる物理的に、高いレベルで、この各種の移行拡散を止めることができる、まずは流入を止めるということです。ですから私が申し上げたいことは、流出を、とやかく言う前に流入を止めることです。これをすぐに完全に止まらなくても、少なくとも流入量を3分の1でも5分の1でも10分の1でも低減できる方策は、打てる方策は全て打つ、まあ、それが重要ではないかと思いますし、そういった実務的な議論をぜひこの検討委員会並びに国会の場でも明らかにしていただければなというふうに思っています。じゃあまずどうも、馬淵議員ありがとうございました。新聞で読んでいることの背景がすごくよく分かって、よかったです。今聞きたいことは、そのいくつかの方法を検討されたということでしたが、そしてその、スラリーの方は1000億円で、東電がその市場を混乱するとか言ってきたという話ですが、その検討の時にいろんな方法について、まあ、対策について、費用まで含めて検討されたかどうかを一言お伺いしたい。今の現時点におけるような詳細な検討ではありません。なんせ、発災から直後ですから。しかし、もちろんながら、すべて見積もりも取って検討しました。その中で、安全性をより優先したということでの判断でした。そうすると、今日の凍土壁よりかは、これは安かったんですか？いえ、金額的に、当時、凍土壁はですね、先ほど申し上げたように、現状のような延直バリアの凍土というのは選択肢になかったんです。延直バリアの材料はあくまでも、ERC や MRC、ソイルセメント、RC といった材料でした。ですから、当時凍結バリアという方策は案としてありましたが、今回の案は延直バリアの材料が凍土という仕組みです。そこは、混乱が起きてはいけないと思いますが、ですから、全く無視しているわけではない。延直バリアを採用している。しかし、材料としてのこの凍土ということが果たして妥当なのか、こういった議論は必要だと思います。今お答えがあったんで、凍土壁を今案としてあるんですけど、耐久性やあるいはその放射能の問題も含めて、まあ、コストの問題もそうですけど、どれだけ有効なのかっていうのは、ほとんどの人は半信半疑の状態で聞いているので、当時の判断をお聞きしたかったんですね。当時、まあ、これはもうどこでも出ていますが、凍結工法が、汚染範囲の広いところで、ある意味、汚染物質を封じ込めるなどのような形で使われたという事例はございません。あくまでも土留め工法の一つですから。したがって私どもとしては選択肢としては考えなかったということなんです。で、今回は全く違う観点から非常にチャレンジングな取り組みだということは検討委員会の先生方もおっしゃってるわけですから、まあ、果たしてそれが今回望まれるベストプラクティスなのかということを議論に乗せていかなければならないと思います。すみません、お時間がない中で。一つは、やはりその頃検討された知見がなぜこう引き継がれていかないのかっていう問題と、二つ目はその、まあ、地下水、非常に馬渕先生が、まあ、土木工学のご専門ということで、まあ、東電さんの資料の最後にあるような形で、地下水というのはこんなに川のようにきれいに
流れるところと完全に流れないところとまた流れるところというふうにきれいになっているというふうに単純に考えていいのかっていう問題があって、もっと複雑にプルームのように存在しているし、組み上げたらまた横の方からじわっと来たり、あるいはまあ拡散係数によって逆に上流に各種は行ったりしますし、オープンするので、あんまり単純に凍土壁でなんかプラモデルのように止まるというような単純化して考えていいんだろうかっていう、まあ、非常に素朴な疑問があるんですが、はい、ご指摘のとおり、まず1点目に関しては引き継ぎをさせていただきました、ただもう結果として今日できていないという事実だけ私は受け止めています。そして2点目に関してはご指摘のとおり、川のようにきれいに流れているわけではありません、むしろ私も非常に心配しているのは、いかなる形であっても水が流れ突っ込むような形を続けるのことであってはならないと思っています。すなわち、今日この議論の中には早すぎ議論かもしれません、ドライにしていくということが一つは大きな課題です。で、当時私たちが掲げたプロジェクトの2つの大きな目標は、遮水をして流入を止めること、流出も止めること、同時に中のその四方で壁で囲った中のサイトのドレーンを行って、ドライ化していくということ。で、これは、地質水門学チームがデータとして私の、知見をいただいて、ですから、壁を埋めるのではありません、ということが前提だったんです。今日のように、冷却という状況を予定していたわけではない。あくまでもドライにしてきたサーフェス処理して、完全に、これが基本的な考え方の日本橋。もちろん、ということは、あまりにも思ったかもしれませんが、初期プロジェクトですから、我々は。そこまで先を見据えた一つのステップとして、そこを今申し上げたようなことを考えておりました。ですから伊田先生ご指摘のように、このような形で本当にできるかということについては、水が流れている以上は流れている以上はどう動くか分かりませんので、あくまでもドライにしていくということが前提だったということで復元しておきます。はい、どうもありがとうございました。阿部さん、どうもありがとうございました。それでは大変に失礼しました。引き続き、規制庁規制庁の方から説明いただきたいと思います。お待たせしました。はい、原子力規制庁監視所岡野塚部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。当方のですね、原子力規制委員会規制委員長、規制庁でのですね、最近の取り組みについて